はい、どうも皆さんこんにちは、よさくです。今回はよさく式育成理論1年生ということでね、チーム練習方法は攻撃力重視のみ、はい、これだけで OK、 はい、ということで、1ピッチャーは、1年のうちに3球種合計変化量9を育てると、これを目標にしましょう。育ったら、タイピンチがいい選手を中継ぎ抑えで考えて制球のみ育てて A を目指します。スタミナ多いところを先発投手に目指していきましょう。野手はとにかく守備力から C を目指します。はい、詳しく言うとね、キャッチャーは守備力、捕球、肩、すべて C を目指していきましょう。そうすることでね、結構キャッチャーの役割をねしっかりやってくれます。ということで、次は2塁、ショートは守備力、肩、走力 C を目指します。呼吸は D でも OK です。試合でね、徐々にね C ぐらいまで上がっていくのでね、3年までに D で OK、使えないと思った選手はね守備力無視してね、スーパーサブ作りましょう。一塁は呼吸 D、 守備力 C、 肩 D で OK、 早めに育ったらね走力とかを上げていきましょう。さあ次は、はい、三塁は守備、捕球、肩、 C を目指します。三塁もねすぐ育つので、1年でね余った時間はミートとかねいろいろやっていきましょう。外野は守備力 C、 捕球 D、 肩 D で OK、 こちらもね早めに育つのでね、守備が終わればミート、パワー、走力はお好みで、個人的にはミート、走力は最強。生配信で春夏連覇した時の状態がこの状態でした。ということでご視聴ありがとうございました。ではまた。